地下工場で密かに作り続けていた最強無敵のロボットだ。 公安施設が巨大銃に襲われているとの連絡が入った。地球防衛隊ビット出動。蘇る勇者巨人宮殿ガムダ登場。燃えろ。あ、あそこの子が僕が助けに行きます。おい、カイ待てよ。うわあ、カイがやられちゃった。 新手の巨大銃か。 Get ready, go!
あの瞬間、僕は巨人に、あの巨人の中に吸い込まれたのかな。おい、カイ、大丈夫か。あの化け物は？巨人がやっつけてくれたよ。あの巨人に我々を助けてくれた。一体何者なんだろう。ハルシオンです、隊長。それがあの巨人の名です。戦え、ハルシオン。多くの隊員がやられた。なのになぜ僕だけが巨人に救われたんだ。ビット、北へ。侵略機械、ボロン登場。死ぬしかないわね。エレクトリック光線銃じゃ。どうや。諦めるな。死ぬしかないわね。このままじゃ。おい、カイ、どこ行くんだ。奥に任せろ。多くの隊員がブレイクダウン。
ジを全員来てください。Yeah!
僕に任せろ。戦え、パルシオン。多くの隊員。そうですよ。戦え、パルシオン。こんにちは。あれ、怪人ちゃんは？あいつなら休暇中さ、自分を見直すとか言ってたな。記憶の彼方の聖女子、美と正義の使者、ディアナセブンティーン登場。こんなところに来てしまった。いや、ここはここには見覚えがある。ゴルディバス様に歯向かうか、幻獣生物め。そうはさせないわ。宇宙人に地球は渡さない。Thank you.
戦え、ファルシオン。カニ。レディーゴー。強度が低下しています。
ていく最後の力でその鎧を封印します。地球人となって地球人の心を知るがいい。バカな。うわ、そうだ、これは僕の記憶。あの時僕はここであいつと戦ったんだ。今までの人生は作り物だった。子供の頃の記憶もビットのことも。真実の僕はゴルディバス軍団の戦士、そしてパルシオンは意志を持つ鎧、僕の分身。僕は地球人じゃない。戦え、パルシオン。なんだって、パルシオンが空港を襲ってる。星空の誓い、シャドウパルパシオン登場。あ、カイニちゃん、あれは絶対偽物だよ。パルシオンは僕らの味方なんだ。こんなことするはずがないよね。その通りさ、ゴロウ君、パルシオンは地球人の味方だ。パルシオンはきっと来てくれる。だから早く避難するんだ。うん、わかった。僕に任せろ。